潜在能力を全て顕在化させたのがこれ本物。はい、ということでパート26やっていきましょう。前回4つ目の強大なソウルを入手し、アンディールさんと会うことができました。さあ、ということでもうね、この王城ドラングレイグ、ここへ向かっても大丈夫な力を得ましたが、ここに行く前にここまでのね、ちょっと道中を振り返っていこうということで、まずはトロフィーの獲得状況並びに装備等のね、獲得状況すべてまとめておいたので、まあ、そちらをご覧ください。どうぞ。はい、ということで、まあ、こんな感じですね。で、まあ、王城ドラングレイグ突入してもいいんですけど、その前にもうやれることはやってしまおうと、やってから先へ行こうということで、もう残したものをね全部やっ、お、雲の針か、交換しとこう。むむ、使うか。いただきます。そういえばこれ開けてねえな、開けちゃおう。出た出た、雲をアクティブにするって罠。ここぐらいだよね、この罠は。まあ、松明で終わりなんだけど。そして俺が導きたいのは、お前だよ。我が機械加える。奴らを。共に行こう。シャッテンベライヒへ。行こうじゃないか。本来敵は、リミットベリアをそれぞれ持っているんだけど、こいつに関しては、それがない。そしてあのオブジェクトを破壊するこのモーションも持ってる。くそ、もう一人はまさかアウスベーレについてこられなかったか。ならば次期皇帝はお前だ。なんだこれ。ノー、地味に扉も破壊できるようになってる。いろいろ考えられ、おい、なんだこれ、待て、はうまくね俺。アドリブ。アドリブを聞かせていく。同族にのみ香るように。もはや絆が生まれつつある。ベイブを超える感動をここに。よし、よくやった。歩ける。どこか憎しみを感じるな。ほら、挙動がもう変わったよね。完全に。その場へ向かっている。いや、もう俺は知ってるんだよ。ありがとな、豚よ。用済みだ。よし、じゃあジェルドラでやることはあと一つ。周回フレイディアを駆逐すると。トロコのためには一つでいいんですけど、今回はコンプリート、装備コンプも目指しているので、どうしても二つ必要になってくる。ほい、ほい、はい、弱い。もちろん熱を上げると、それだけアイテムに旨味のあるものが増えるんですけど、それをマラソンですでに持っている身としては、まあいらないよね。まあでも、それでも取るのだとしたら、生きて、あ、これだ。はい、結晶やり。一つ。あと、ネズミのの試練も交換。降り注ぐも、交換と。あ、入荷してる。喪失者の体験。喪失者どもは、アンディールのせいで、生まれたのかよ。待った、急げ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 。結構結構。よし。匂い立つな。なるほど。霊視を固めて、それを足場にしているというわけか。なかなか霊力の扱いに長けているようだ。さて、忘却炉の探索を忘却していたの、ここです。は？はい。よし。
コリウイン、この選ばれたわずかな人間だけにしか明かされない秘密、秘匿というのはリンデルとコリウインのそもそもの成り立ち、起こり、まあそういったものをね隠しているということですね。む、創始者か。今度こそ綺麗に決める鉱山を。ふえ、終わりだ。あの鉱山は一方的に相手を落とす受け身不能の一撃必殺の投げ技なんですよ。はい、おそらく今見ている人の大半がなんか一緒に死ぬ道連れ技みたいな勘違いをね起こしている可能性がある。これは断固として違うから、ちょっと正しい例を見せたいな。決して面白く共に死ぬというねことではないので、それはお忘れなく、お間違いないように。よし、そのパターンも知ってる。あれ、これって松明でわかるんじゃなかったっけ。まあいい。お、ここだよな。ちょっと待てな。よし、貫通するぜ。残念ながら準備が整っていない。カウンター攻撃力、これぞまさに槍の真骨頂。こんな劣悪な環境にもね平然と現れる。俺を殺しに現れる。よし、風海の勝負。奥剣士の兜、もういらねえんだよな。もう装備関連ほぼいらないんで集めたんで。で、ここですね。まず第一段階、ここのジャンプ。ここは特に苦にならん。問題はこっち。OK。勇敢な勇者に、金高ね。金欲です。あの、スペパリ系の。スペパリっていうのは、魔法を弾き返す効果がある盾のことね。盾の L2。盾にはいろいろ効果があるものがあって、普通にパリが取れるものもあれば、スペルパリができるものもあるし、このように攻撃ができるものもある。また魔法や奇跡、呪術を打つこともできたりする。まあ、呪術は無理だな。魔法、奇跡、闇ですね。自分にとって何が必要かを取捨選択して盾を選んでいくというのが大事になってきます。ということで、忘却の牢探索終了です。おつ、さて、この先の探索もやっていなかったな。すでに巫女の瞳を持っているので、もう奴らの姿は暴けている。あとは倒すのみ。ただしこいつら、なかなかの癖者。なので、抜かりなく、慎重に、かつ大胆に、煉獄を決める。煉獄は直剣 R2 だけどね、不完全なものではないんだよ、俺。完成された、全武器から派生をさせることができる、俺の完成された煉獄を今から見せる。来いよ。お見舞いしてやるからよ。はい。ちょっと待って。おい、7×2 通りすべての型から開始ができる。俺の完成された煉獄をお見せする。まずはハルバードだ。はい。なんかおかしいな。おい。いたな。何なんだこいつらは。煉獄をことごとく返してくる。おい、燃えるぜ。お、燃えるぜ。俺の煉獄はまだ未熟だった。いや、そんなはずはない。これはね、覚悟が足りてない。あと武器が悪い。身を守る術を失う覚悟。よし、初手鍵付きから入れます。来た。おい、なんだこいつ。
こいつ煉獄煉獄を使っ煉獄から逃れる術はない。これが古い太陽爆発するビア。呪いがあるってことはこの周辺に住んだ漱石プライチがある。ぐーるぐーる、ほらね、初手は何でもいいんです。 R1 ローリング R1 R2 またダッシュ切り、どれでも OK。 どのパターンでも指導する。逃れる術はない。これが煉獄です。こんにちは。おう、ありがとう。なんかいろいろくれたね。2匹目の竜と大サソリの黒針ですね。こいつからゲットできるようになりました。おそらく親愛の証として武器と指輪を俺にくれたんだろうけど、まだ少しだけ距離を感じるんだ。どこか寒だから温めよう、せめて少しでもな。祈る神がいないか、ならば貴様に神を見せる。狂気俺が狂気だ。マラソンがしたい。いや、マラソンです。くべます。というか熱1でやっておけばよかったんですが、忘れてましたね。ただあえて熱2状態でする、それに意味がある。意味がある。とりあえずデータ作ります。でやりたいことというのが、獅子選手の赤マントマラソンをやっていきたい。はい、こいつね、熱1につき1体しか出てこないので、こいつをマラソンしたいと。とりあえずドロップはね、高確率ドロップでいろいろ落としてくれるんで、少々マラソンの効率が悪いので、この3体を倒して金獅子1体になったところをここでセーブしちゃう。最強効率、規則正しく、折り目正しく、瞬間獅子重ねて来いよ。リカスペだ。来たか。しね、これ使わないとダメでしょ。よし、これを使って、かつエンチャントも悪い。俺は青き力を信じる。で、これでセーブしよう。よし、完璧だ。いや、しまった。これは想定していない。ちょっと待った。そっか、獅子戦士の兜も集めなきゃいけないんだ、こいつから。バカじゃねえのこれ。3周目確定だなこれ。よし、オッケー。よし、確率若干低いっぽい方から出たな。よし、オッケー。赤マウント。はい。心配すんな。全部うまくいく。ま、二周目なじか、ちょいってやっちゃおう。ちょいっと。よし、終わった。よし、オッケー。童話がいても即殺。よし、南の司祭、フラニーですね。スロットが2つ、いや3つ増えるやつだ。これは強すぎるな。さて、各地の再探索あらかた終わりましたね。あとちょっとだけマラソン箇所が残っているんですが、それはね、後のお楽しみと息抜きにちょっとやらせてもらいますので残しておきます。ということで行きましょうか。ついに王城のその先へ。彼女は俺に言った、まだ足りないと。だが今は本当に同じ言葉を言えるのか、確かめに行こう。あの悲しみの雨に、俺は強い。
旅の終わりか。この旅の果てに一体何が待ち受けているんだろうか。今死神の足音が聞こえた。てかあれ取り行こう。ちょっと一旦全部外す。よし。おーい、いいんだ。いただいて、まだまだコンボコンボコンボ。飛躍。生きる。俺は苦しんでいる。苦しみから解放するには術はなかった。ハボックシーン、ハボックシーンのいたずらだな。無駄無駄、当たらない。なぜかって、俺は全てを見通す目があるからな。俺にはアンビバレンスアイ、それが俺の持つ最大にして最強の力。ちょっとなんかいろいろと重複してる。唯一にして無二の力。あらゆる視点から敵を丸裸にする。まあ、そんな感じの能力。両天秤の目と仮に名付けておこう。半端ねえオーラ。よし、やるか。相当の竜騎兵、蹂躙していきましょう。ということで、今回の装備構成はこちらです。メイちゃん。メイちゃん一択ですもん。これ以外ありえなかった。いろいろ検証してみたんだけど、メイちゃんが一番良かった。ということで、これでいきます。よし。まずは開幕。この、台座にダッシュをする。そしてローリングで R1 お下げ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 。まったく愚かですね、竜騎兵は。ボ、はい、終わり。はいはいはい。とまったく愚かですね、私は。